明日で営業運行を終了するディーゼル機関車と電気機関車を見送るイベントが JR 信越線横川駅で行われ、多くの鉄道ファンでにぎわいました。明日で営業運行を終了するのはディーゼル機関車 DL 群馬2台と電気機関車 EL 群馬3台です。合わせて5台の機関車は JR 信越線の高崎横川間をはじめ、上越線の高崎みなかみ間、両毛線の高崎桐生間で臨時列車などとして運行してきました。営業運行の最終日を明日に控えた今日は、高崎横川間を走る雄姿を写真に収めようと、安中市にある横川駅のホームには多くの鉄道ファンが詰めかけました。東京都から来ました。自分自身、結構国鉄型の機関車が大好きということもあって、それでちょっと今回ラストランということで来ようかなと思ってきました。今まで機関車を愛してくれた皆様に本当に感謝しか言いようがありません。本当に長い歴史、ブルートインでも活躍しましたし、皆様の客車を引っ張ってですね、多くの思い出を作ってきた機関車たちをぜひこの場で見届けていただきたいと思っております。マーチング演奏で DL と EL をたたえたのは、地元の松井田小学校の鼓笛隊スマイルバンドです。スマイルバンドは昭和46年から50年以上活動を続けてきました。運動会や地元の祭りなどで演奏してきましたが、来年度から希望者によるクラブ活動に移行するため、今日はスマイルバンドとしての最後の舞台です。4年生から6年生までの51人がミッキーマウスマーチなど2曲を披露し、機関車とともに有終の美を飾りました。そして DL 群馬が出発の時を迎えました。DL 群馬と EL 群馬は明日の高崎横川間の運行で営業運行を終了します。